世界の始まりに遡る誰も知らない原初の世界、それがある争いがもとで3つの世界に分かれた。光と闇、そしてその混沌の世界として誕生したのがこの人間界。やがて3つの世界にそれぞれの統治者が誕生した。もちろんこの人間界、その神は兵士。兵士は山の頂上から長きにわたって静かに下界を見守っている。彼の観測が事象を確定し、観測あるがゆえに世界はその存在を認めない。つまり観測者たる彼の目、世界を創造する神の力そのものだった。だが自我を持たない未熟な人間たちは、自らが持つ世界を司る力を2つに、それぞれを人間たちに委ねることにした。光の人間、闇の火だ。兵士の神の目、二者に分かれて持つことが人間たちに選択の概念が生まれた。世界を確定する二つの目、人間たちは自らの道を選び、自我に目覚めていった。かくして我々人類は、考える葦となって、偉大な繁栄の大きな一歩を踏み出したのさ。神の目を受け継ぎ、創造主として。まさかね、生き残りがいたなんて聞いてないわ。おしゃべりはお嫌い？私が会った賢者はおしゃべり好きな男だったけど。
しはしない。共に果てることが私の使命なのだ。お前は約束を果たしてくれた。ありがとう。そしてさらばだ、我が娘よ。だがその賢者の司る光の右目がこの世から永遠に失われた。最後の賢者の命とともに。